ハンネス・コーレ・マイネンはフィンランドのクオピオ出身の陸上競技選手である。1912年ストックホルムオリンピックでは長距離3種目を制し、1920年アントワープオリンピックのマラソンでも金メダルを獲得。偉大なフィンランド人の長距離ランナーにつけられるニックネームフライングフィンの元祖とも言うべき選手である。 1912年ストックホルムオリンピック5000メートル左がハンネス・コーレマイネン1912年のオリンピックで最も印象的なレースは5000メートルでフランスのジャン・ブワンとの対決であった。レースの大部分、ブワンと共に先頭をリードし、最後の数メートルでコーレマイネンがブワンを抑えて世界新記録で金メダルを獲得したレースである。コーレマイネンは1万メートルと、 現在では行われていないクロスカントリーでも金メダルを獲得した。彼はフィンランドチームの一員としてクロスカントリー団体でも銀メダルを獲得した。その当時はフィンランドはロシアの支配下にあった。オリンピックには違うチームとして参加はできたものの彼の勝利によって掲げられる国旗はロシアのものであった。コーレマイネ年のキャリアは 第一次世界大戦で中断してしまう。しかし戦後になっても彼の力は衰えていなかった。彼はマラソンのような長い距離にシフトし1920年のアントワープオリンピックで金メダルを獲得した。さらにその次の1924年パリオリンピックにも出場したが途中危険に終わっている。コーレ年は1952年に ヘルシンキオリンピックでは彼の後継者とも言うべきパーボーぬるみとともに聖火ランナーを務めている。ありがとうございます。